いつものオペライアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2008年モデル AMG E63 セダンをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントのバンパー、ボンネットガラスに若干の飛び石があり、左側のフロントバンパーに若干の下すりがございます。また右のフロント以外の3本のアルミホイールに小さな刈り傷がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離6万2000キロ走っておりますので、年式走行距離加味しましても良好な状態を保っております。外装色はミスティックホワイト、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。現行モデルの E クラスが数多く市場に出回ってはおりますが、こちらの丸目4灯の E クラスも今もなお根強い人気を誇ります。 AMG のモデルでございますので、数多くの専用装備が施され、よりスポーティーなデザイン、走りをお楽しみいただける1台です。ヘッドライトはキセノンのヘッドライトが装備されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては 6.2 リッター V8 エンジン、馬力は514馬力を誇りますので、 AMG らしい圧倒的な走りをお楽しみいただける1台です。アルミホイールは専用デザイン、18インチのアルミホイールが装備され、キャリパーは AMG 専用のキャリパーが装備されております。ブレーキシステムは強化ブレーキが採用されておりますので、ブレーキ制動力も非常に優れております。サンルーフも装備されておりますので、より広々とした室内空間をお楽しみいただけます。では続きまして、トランクスペースご紹介させていただきます。トランクですね、開けていただきまして、トランクの開閉は電動で行っていただけます。 E クラスですので、スペース十分に確保されておりますし、後部座席も倒してお荷物を積みいただけます。全体的に目立った使用感もなく、非常に綺麗な状態を保っております。では続きまして、インテリアご紹介させていただきます。シートは AMG 専用スポーツシートが採用されております。若干の使用感は見られますが、大きな傷汚れ等はございませんので、ご安心いただければと思います。ではエンジン始動していきます。ステアリングも AMG 専用スポーツステアリングが採用されております。パドルシフトも装備されておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。ナビゲーションは純正 DVD のナビゲーションが装備されております。バックカメラは装備されておりませんが、コーナーセンサー装備されておりますので、どなたでも安心してお乗りいただけます。フロント両席標準でシートヒーター完備されておりますので、冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます。また走行モードもコンフォート、スポーツ、マニュアルモードを切り替えが可能になっており、サスペンションに関しましても2段階で調節が可能になっております。では続きまして、後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましては目立った使用感はなく、非常に綺麗な状態を保っております。スペースも十分に確保されておりますし、シートも非常に座り心地の良いシートが採用されておりますので、よりゆったりとドライブをお楽しみいただけます。スピーカーは標準でハーマンカードンのスピーカーが採用されておりますので、音楽もより一層お楽しみいただける1台です。気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2008年モデル AMG E63 セダンをご紹介させていただきました。走行距離6万2000キロ走っておりますが、その走行距離を感じさせない非常に良好な状態を保っております。 AMG のグレードですので、数多くの専用装備が施され、スポーティーな走り、高級感あふれるインテリアをお楽しみいただける1台です。大変お買い得なお値段にてご案内させていただいている1台でございますので、お探しの方はぜひともこの機会にご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。